アレクサンドル・グリボエードフ、アレクサンドル・グリボエードフは、帝政ロシアの外交官、作家、作曲家、名門貴族の出身であり、モスクワ大学の法学部、文学部を卒業している。フランス語、ドイツ語、英語などヨーロッパの言語に加え、アラブ語など多くの言語を操った。1812年に、祖国戦争に参戦、その後外交官となる。代表作である、 地位の悲しみは1816年、あるパーティーで、サンクトペテルブルクの人たちが外国人に対して、平身抵抗している姿を見て、グリボイエードフが憤慨したのをきっかけに作られた。1829年、シャアのハーレムから逃げ出してきたアルメニア人、少女数名を、ロシア大使館に隔まい、シャアの引き渡し要求も拒否した。この出来事を、第二次ロシアペルシア戦争後に、 ロシア帝国とガージャール・アーサペルシャの間に結ばれた、不平等なトルコマーンチャー愛条約の象徴だとみなした、熱狂的なイスラム教のボートが大使館に押し入り、グリボエイドフは斬殺された上、斬首された。ロシアの演劇起源、歴史、ソ連崩壊後の展開、21世紀の新しい、演劇の探求2013年、マイア・コバヒゼチョ生活ジャーナル。ありがとうございます。